私たちは週に4回青山キャンパス記念館相模原キャンパス A 棟アリーナにて楽しく活動しています。主な活動内容は年に4回行われる競技大会への出場、青山祭や相模原祭などのイベント行事、企業からの依頼演技、他の部活動の応援活動などです。本日は皆様に元気、勇気、笑顔をお届けできるよう精一杯頑張りますので、最後までお楽しみください。よろしくお願いします。次に行うのはミッキーです。私たちリーセスでは入部して一番初めにこのミッキーという伝統ある曲を踊ります。明るく元気な笑顔をぜひご覧ください。
続いてエネルギッシュな4年生を紹介します。右からももこさん、りかさん、みさきさん、はるかさん、以上4名です。I'm not afraid to die.
で行う演技を3つのチームが1曲披露します。ぜひお楽しみください。
いよいよ最後の演技となりました。1から4年生全員で最後まで皆様に元気をお届けするので皆様もお楽しみください。でも演技を披露させていただきますので、そちらもぜひご覧ください。ありがとうございました。来場してくださった方も画面の向こうでご覧いただいている方も青山祭2021を楽しんでますか？本日ミュージックフェスティバルの司会を務めます青山祭実行委員会2年平石修子と飯村美久です。よろしくお願いします。本日2日目のミュージックフェスティバル間もなく始まろうとしています。ミュージックフェスティバルは選考を勝ち抜いた実力派バンドの方たちによる演奏で会場の皆さんを魅了します。感染症対策の観点から歓声ではなく特大の拍手で盛り上がっていきましょう。皆さん、ミュージックフェスティバル最終日を楽しむ準備はできましたか？そうですね、ミュージックフェスティバルは結構倍率が高いらしくて、なかなかここで演奏できるバンドは少ないと聞いたんですけれども、そんな選考を勝ち抜くなんてね、相当実力があるバンドさんということで非常に楽しみですね。今回はすごい流行したバンドの曲とか皆さんが知ってるような曲も多いと思うので、ぜひ楽しんでください。はい、そうですね、もう少し準備がかかるようなんですけれども、
皆さん青山祭すでにどこか回られてる方も多いのかなと思うのですが、今青山祭ではいろんな販売企画だったりとか楽しい催し物がいっぱいやっています。特に17号館の日差し下では福引き企画というものもやっていまして、払った値段以上の素敵な商品が当たるという企画をやってますので、ぜひ足を運んでみてください。そうですよね、なんか福引き企画は結構人気の企画で、残りも回転数が50ないと朝聞いたので、早く行くならもう午前中に行った方が確実かなって思ってます。他にも17という企画があって、今回はウィゴーさんという有名な若者には人気のブランドさんとコラボしてスウェットを作っていたり、マルマンさんというノートの会社の方と一緒にノートを作ったりとかしてるんですよね。そうですね、私は実は17企画の人で、私はウィゴーのスウェットの方を担当したんですけれども、結構売れ行きが良くて、今17売ってるのもあと10残ってないくらいなので、それも買うならお早めにお願いします。白くてすごい可愛いスウェットで誰でも着れるようなデザインなので、皆さんあと残りわずかなので、ぜひ裏にある17のブースでぜひ購入してみてください。はい、マルマンさんのノートも1冊300円で結構お買い得なので、青山祭2021年の記念品としてお買い求めください。少し そういえば皆さんは今日ミュージックフェスティバル見ていただいたり来ていただいているということで、どんな曲がお好きなんでしょうか。ミクは何が好き？そうですね、私はオフィシャルヒゲダンディズムの曲がすごい好きで、結構カラオケでも歌うし、なんか誰もみんなが知ってるし、みんなが盛り上がれる曲が多いのかなって思ってます。今日はそのオフィシャルヒゲダンディズムさんの曲もやったりするみたいなので、皆さんぜひ期待していてください。他にも一般企画ではダンスの団体さんや、このミュージックフェスティバルに出ていない団体さんの曲もいろんな場所で聴けますので、この中庭ステージでぜひお楽しみください。もうそろそろ始まりそうなので、紹介していきたいと思います。まず最初に盛り上げてくださるのはオフィシャル沢ダンディズムの皆さんです。青山祭にぴったりな楽しいバンド演奏をお届けします。皆さんに楽しんでもらえるように精一杯頑張りますとのコメントをいただいております。青山祭にぴったりな爽やかなバンドのメンバーの方々です。一体どんな演奏を届けてくださるのでしょうか。楽しみですね。ところでオフィシャル沢ダンディズムっていうのはオフィシャルヒゲダンディズムさんをもとに名付けられたんですね。いや、沢ダンということはこの中に沢がつく人がいるんですかね。たくさんいらっしゃいますもんね、そうなんだろう、なんか沢部さんとか沢田さんとかそんな感じの方が何人かいらっしゃるとかなんですかね。そうですよね、なんかどんな全員4人とも沢がつくんですかねでも聞いたところによるとバンド名の由来は夢に出てきたからとあるんですけれども、夢に出てきたからこの名前にしたと、すごい謎が深まるばかりですね。今日はオフィシャルヒゲダンディズムさんの曲をご用意してくださってるそうで、もうさっきミクが好きって言ってたんですけど、私もすごい好きで、特にテレビのドラマの主題歌になった曲とかもよく聴いていました。カラオケとかも結構私声低くて男の人のバンドの曲が合うので、すごい歌ったりとかしてて楽しみです。そうですね、私も一緒です。なんか結構オフィシャルヒゲダンディズムさんの曲は音域が広いし、一曲だったらすごいエネルギーを消費するイメージなので、今日どんな曲を歌ってくださるのかすごい楽しみですね。今もすごく元気に音出しとかいろいろ調整してくださってるので、相当パワフルな演奏が聞けるんじゃないかなと思います。
もう少々かかりますので少々お待ちください。そろそろ準備ができたようです。それではオフィシャル沢ダンディズムの皆さんです。どうぞ。
顔に水かけちゃった。OK。
い、オフィシャル沢田リズムの皆さんありがとうございました。いや本当にスタンドバイユーはすごい拍手で盛り上がれたかなって思ってます。すごい横から見させていただいてたんですけど、キーボードでボーカルをされてるのもすごい珍しいなと思いましたし、ドラムの方は裸足で演奏されていて、皆さん見えたかどうか分かんないんですけど、すごい迫力があってかっこよかったです。そうですね、私もなんか裸足で弾いてると思わなくて横からすごい驚きました。あとボーカルがオフィシャルヒゲダンディズムさんは男性なんですけど女性だったので、すごい爽やかな印象になったし、高音とかすごい綺麗な感じでしたよね。そうですね。それではオフィシャルサワダンディズムの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、僕がちょっとスティングレイの皆さんです。いや聞き覚えのある名前が続きますね。そうなんです。僕がちょっとスティングレイの皆さんはポルカドットスティングレイというバンドさんのコピーバンドだそうで、バンド名をもじっていて、そのパンチの強さからこの名前を選んだんだそうです。あ、なるほど。本家並みにパンチがあるかなって思いました。そもそもスティングレイってどういう意味かすごい気になってきました。すごい変わった発音ですよね。私もすっごい気になってちょっと調べてみました。ポルカドットスティングレイっていうのはエイの種類らしくって。え、どんなエイなんですか？なんかすごい草間彌生さんみたの作品みたいな、すごい変わった柄のエイでした。ちょっと私も見てみたいので、次終わったら調べてみようかなって思います。ぜひお願いします。今日は皆さんがポルカドットスティングレイの曲を2曲も歌ってくださるそうです。ポルカドットスティングレイはすごいかっこよくって、高音もキーになったりする曲が多くて、すごく魅力的な曲が多いですよね。そうですね、これは期待が高まります。今ポルカドット失礼しました。僕がちょっとスティングレイの皆さんが準備してくださってるんですけど、皆さん実は17のスウェットを着てくださっていて、私を17の担当からするとすごい嬉しいなって思ってます。ぜひ皆さんも僕がちょっとスティングレイの皆さんとお揃いのスウェットを購入してみてください。そうですね、結構買ってみんな本祭中に来てくださる方がいっぱいいて、実はこのスウェットをデザインしてくださった方も、山崎かなさんという方なんですけど、バンドも組んでいて17号館の中で借りてやっているそうなので、ぜひそちらにもご来場お願いします。デザインは青学生の方がやってるってことですか？そうですね、青学生がデザインして、青学生が企画して、ウィゴーさんと、企画しました。すごいですね。今年の青山祭は青学生をたくさん輝かせたいということで、いろんなコラボもしてますので、皆さんもぜひそちらを注目してみてください。さて、青山祭も3日目なんですけど、しゅうこは何が一番好きな企画ですか？やっぱり中庭ステージの企画はどれも面白くて、もちろんこのミュージックフェスティバルもなんですけど、一番最初の開会式にあったプロローグセレモニーから始まって、ダンスの企画があったり歌の企画があったりする、この中庭の企画が一番好きです。そうなんですね。私はファッションショーがすごい好きで、本番は見れなかったんですけども、リハーサルで見たんですけど、本当にすごい青学生一人一人が輝いていてかっこよかったです。 YouTube でまだ残っているので、ぜひ皆さんご覧ください。今年はいろんな企画がこの青山祭のテーマ1紡ぐここからというものにちなんでいろんな企画をしています。ファッションショーもね、そうだってね、エースという A と書いてエースと読むのがテーマでやっていましたね。そうですね、エースということでトランプの13の項目でやっていたのがすごい印象でした。特にマスクの、ランウェイがあったんですけども、コロナ禍 の中でなんかファッションショーとコロナ禍を絡めたものだなってすごい感じました。私も本番見れなかったんですけど、後でオンデマンドの映像を見るのがすごく楽しみです。はい、もう少し時間がかかるようなので、どうします？じゃあ
せっかくなのでここで青山祭のテーマについて皆さんにちょっとお話しさせていただけたらなと思います。今年度の青山祭のテーマは先ほど申し上げたようにワン紡ぐここからというものになっていて、テーマカラーも決まっているんです。何色だと思いますか？青とオレンジですよね。正解です。青とオレンジがテーマカラーになっていて、私もその色すごい大好きなので、もネイルもオレンジにして髪も青にして挑んじゃいました。そうですね、素敵ですね。あ、もうそろそろ準備が整ったようなので、それでは僕がちょっとスティングレイの皆さん、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。僕がちょっとスティングレイです。Thank you.
節はもはや止まれないよ、もう止まれないよ。一度三でライブを止まっちまっては意味がない、ラストなしきタイムを与えられる。あでもないしさ、こうでもないしさ、騒いでいたってもいないよ、愛だって恋ぼれるんだよ、関係ないくせに思いごと J-Man 何言ってもこないさ、ステータスに守られた攻撃こそ防御、触れてみろよ、曖昧な概念に何度も踊らされてるんだろう。なんてって簡潔な回答が目の前にあっても、駆け言って終わるのは羨ましいよな。その事故はダンスを続けていろ、あでもないしさ、こうでもないしさ、さばいでいたってもう聞こえないよ、不祥事何が待ってる、何があってもお前には負けないね、でっと思い込んでそんな鎧最初からな。僕がちょっとスティングレイの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当にあんなに高音の高音を出すことが私もできないので、すごいなと思いながら聞きつつ、演奏もすごい速いテンポでももう全然音がずれることなくできててすごいなって思っちゃいました。私もそう思いました。最初の部分は結構音が低めなんですけど、サビになった瞬間に急に高音に上がるところとかすごいなって思いました。私だったらもう声が今頃枯れてるところだと思います。本当ですよね、うん、僕がちょっとスティングレインの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さて本日のミュージックフェスティバルもあと2つのバンドになってしまいました。最後まで皆さん盛り上がっていきましょう。続いてのバンドは反則チョップの皆さんです。キノコ帝国を演奏します、学園祭をあげますとのコメントをいただいております。あげます、いいですね。そうですね。反則チョップのバンド名の由来はどこから来てるのかもすごく気になりますね。そうですね、反則チョップって結構不思議な、今日は不思議なバンド名の皆さんが多いなって思う印象です。なんか技っぽくないですか。格闘技みたいな。そうですよね、なんか強そうな名前だなって思います。相当パンチのある演奏をしてくれるんじゃないかなと思います。楽しみですね。
さて今日はキノコ帝国の曲を歌ってくださるそうなんです。いや私実はキノコ帝国めっちゃ好き で今活動休止していると思うんですけど、なので今日すごい聴けるのすごい楽しみですね。知らなかった。そうなんだ。じゃあすごい今日キノコ帝国の曲聴けるっていうのはすごく貴重なんじゃないでしょうか。そうですね、ますます楽しみになってきました。いや去年花束みたいな恋をしたのを劇中に出てくる須田まさきさんと有村架純さんがクロノスタシスを2人でカラオケのところで歌っていたのがすごい印象的で、それでまたすごい流行ったなって思ってます。そして花束みたいな恋をしたといえばあの大ヒット曲忘れなも忘れてはいけません。忘れな、忘れちゃいけないですね。そうですね、実はですね今日青山祭3日目にその忘れなを含めたオーサムシティクラブさんの曲が生で聴くことができるんです。え、そうなんですか。今日オーサムシティクラブの曲が聴けるということなんですか。そうです、皆さんご存知でしたでしょうか。しかも一切お金を取ることなく青学生の皆さんには無料で聴いていただくことができます。4時40分から同じくこの中庭ステージでオーサムシティクラブさんがゲストとして出演されます。観覧券をもともとの入場券に加えて整理券をお持ちの方は誰でも聞くことができますので、ぜひ皆さん整理券をゲットしてお集まりください。そうですね、この席数しか座る整理券をご用意してないので早めに整理券をゲットして絶対オーサムシティクラブのさんの曲を聴きましょう。ぜひお願いします。このオーサムシティクラブさんが立たれるステージと同じところで青学生のみんなが演奏してるってすごい不思議で、すごい素敵なことだなと思います。そうですよね、ステージがすごいかっこいいし本当のフェスみたいな、後ろのパネルもワンっていうパネルがすごい綺麗だなって毎年思ってます。今年はすごい照明も縦の照明が入ったりとかしてますますパワーアップしたステージだなと思います。結構夕方になるとライトもいい感じになくてエモいなって思います。語彙力ないんですけど、ね、いいですね。このステージでオーサムシティクラブさん含めてダンスの団体さんだったりバンドさんだったり、特にあの ADL さん、すごく有名なダンスのサークルさんもコラボされますので、ぜひ楽しみにしていてください。そうですね、ダンス私はできないんですけども見るのはすごい好きなので、ぜひ今日も見に行きたいなって思ってます。数にすごく限りがありますので皆さん午後まで楽しんでいってください。そうですね、もうちょっと時間がかかるようですね。ちなみになんだけど今日って他にも楽しそうな企画ってまだまだあるよね。そうですね、トークショーが楽しみな企画かなって私は思います。中村葵さんという方がトークショーに来てくださって、すごい朝ドラやドラマ、人気ドラマなどに多数出演してくださっている方なので、ぜひ当日券もありますのでぜひご来場ください。それではもう少々お待ちください。リングもすごく気合が入っていて楽しみですね。そうですね、ますます楽しみになってきました。そうですね、魔女っぽいですよね、かっこいい。そうですね、ギターの方の服装もすごいかっこよくないですか。そういえば今日ハロウィンの日でしたもんね。あ、そうですね、今日はみんな仮装して来てくださっている方もいるんですかね。渋谷も結構ね、いろいろ人がいてなかなか明るい格好をしてる人もいてね、すごい楽しいですね。昨日は青山祭実行委員会は結構夜まで残っているんですけど、渋谷の方を歩いて行ったんですよね。結構人いてでも楽しそうですごいいいなと思いました。そうですね、1回ぐらいは渋谷のハロウィン行ってみたいなって思ってます。早く安全にそういうことができる日が来るといいなとは思いますね。
もう少し時間がかかるようですね。もう少々お待ちください。そうですね、少し時間がかかるようです。もう少々お待ちください。結構中古は緊張してますか今？いやもうめちゃめちゃバレバレだと思うんですけど、でも今日司会するのすごい楽しみにしてたのに、この青山祭までのリハーサルの間にすごく声を使ってしまって今日はガラガラで、ちょっとオンデマンドも残るので悔しいんですけど、ぜひ皆さん温かい目で見守ってくださったらと思います。そうですね、1週間前ぐらいから声が中古は枯れていて、もうすごい頑張ってるなって隣で見てて思ってます。ミクもトークショーの担当だったり一覧の担当だったり、すごい夜遅くまでお疲れ様です。そして団体の皆様もいつも毎日練習をしてこの青山さんに来てくださってるので、我々も皆さんのことを輝かせられたらなと思う気持ちは同じですので、観客の皆様も一緒に盛り上がってくれたらなと思います。お願いします。そうですね、そろそろ準備ができたようです。それでは反則チョップの皆さんです、どうぞ。
反則チョップの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いや本当にすごかったですね。どっちの曲もキノコ帝国らしいなんか世界観のある曲でしたよね。 1つ目と2つ目のバンドとはまた違うような雰囲気があってちょっとダークな感じでハロウィンの日にもってこいな感じがしましたね。そうですね、魔女の格好をしていただけで魔女っぽかったですね。あとすごい気になったんですけどもベースの方がすごいベースの使い方が普通に弾くんじゃなくて叩いててなんかそういう使い方もあるんだってすごいびっくりしました。すごい楽器の演奏とか私はそんなに詳しくないんですけどそれぞれに個性がある感じがしてそれだけでもその世界観変わったりとかすごい音楽っていいですよね。そうですね、反則チョップの世界観にすごい魅了されました。反則チョップの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さて、いよいよ最後のバンドになってしまいました。あっという間ですね。本当に本日のミュージックフェスティバルのトリを飾ってくれるのは卓六部の皆さんです。昨年度のオンライン青山祭に引き続き今年もミュージックフェスティバルの舞台へ立たせていただきます卓六部ですとのコメントをいただいております。そうなんです、実は卓六部の皆さん去年もステージに出演していただいてるんです。透明感のある歌声と圧巻の演奏力に感動したのを覚えてます。いやもう特にボーカルの方が本当にすごいっていうのを私も知っていて去年も私も、ステージの担当だったのでお世話になったバンドさんです。そうなんですね、実は去年ボーカルの方がハモネプテレビの番組に出ていらしてその時も拝聴したんですけどすごく透明感があって強い歌声で素敵だなと思いました。すごいますます楽しみになってきました。ところで卓六部という名前の由来はコロナ禍に陥った際卓六でオンラインセッションしたことが結成のきっかけだそうです。卓六部は聞いたんですけどもやはりインドア派と聞きました。やっぱそうですよね、これでアウトドアちょっとびっくりしちゃいますよね。そうですよね、やっぱインドアだから卓六部という名前がやっぱりぴったりだなと思いました。私は結構インドア派なので卓六部すごい好きですね。共感しちゃう。そうですね、家でどういうことするんですか。そうですね、私はパンを作るのが好きなので結構家でコロナ禍の時とかすごい時間があったので
パンを作る時間にすごい費やしていました。いや私本当に自炊ができないので、ミクがパン作るの上手、インスタよく上げてて見てるのでいいなと思って、じゃあ今度作っていこうかなって思います。お願いします、 お願いします。逆にシュウコはインド派アウトドア派どっちですか？どっちとも言えないんだけど、どちらかというとアウトドアなんだなってこのコロナ禍で気づきました。何をしてるんですか？なんかいつも買い物とか友達と話すのが好きだから、インドアでもアウトドアでもないと思ってたんだけど、やっぱ友達とご飯に出かけるっていうのが一番楽しいんだなってことに気づきました。そうですよね、やっぱりなんかインドアでも好きなんですけど、友達に会えないのはすごい寂しいなって思ってます。コロナ禍でね、みんななかなか集まることが難しい時期が続いてたと思うんだけど、工夫して活動してよかったね。そうですね、いろんな活動の仕方があるんだなって思いました。私たち青山祭実行委員会も緊急事態宣言中はずっとオンラインでZoomで会議をしていました。本当だったら夏合宿とかねあったんだけど、そうですね、イベントごとはほとんどなくて、すごい本当に実行委員のお仕事だけって感じだったんですけれども、結構実際に緊急事態宣言が明けて対面で会えた時はすごい嬉しかったのを覚えてます。今日もこうやって人数制限とかはある中ですけれども、対面で開催できて本当に良かったなと思っています。そうですね、今年は結構飲食の提供が禁止になってて寂しいんですけども、来年はもう本当に例年通りにできればいいなってすごい心から思ってます。こうやってオンラインでやってると、オンラインで見てくれてる人も対面で見てくれる人もどっちもいて、いろんな人に見てもらえるなと思いますね。そうですね、それは対面の時の青山祭にはなかったものなので、それはコロナ禍になって知っていいことに、いいことだったのかなって、オンライン配信の仕方もできたのですごい良かったのかなって思ってます。私はさっきも言ったようにステージの担当をしてるんですけども、こうやって生配信ってすごくいろんなセッティングとかいろんな方が動いてるっていうことを初めて知って、去年初めてそういう機材に指示を出すとかっていうのをやらせてもらったんですけど、いろんな人の協力でこういう青山祭ができてるんだなと思うとありがたいなと思います。そうですよね、対面だけだったら対面のお客さんの目当てにすればいいんですけれども、映像で流すってなると業者の方だったりとか青山祭実行委員の皆さんの手がすごい必要なので、2倍の力が時間も必要だなって思ってます。オンデマンドでも映像が残るっていうのもすごくいいことだなと思っていて、皆さんの素敵な演奏が何度でも家に帰ってからも楽しめるということで、皆さんもぜひ見てほしいなと思います。そうですね、オンデマンドで残るっていいですよね。結構時間がなかったりとか、この朝の時間帯とか意外と時間が空いてないって方も多いので、またオンデマンドで配信された時にまた見直してほしいなって思ってます。オンデマンドといえば授業ってどんな感じで受けてた？そうですね、去年はほとんど全部オンラインの授業で、今年は半分くらいオンラインと対面が半分くらいになったかなって思います。シュウコもそうだよね。そうだね、対面でしか友達とあんまり話したりとかしなくて、最近は教授の癖とかそういうあるあるっていうのがだんだん分かってきて、ちょっとずつ嬉しいなって思ってます。やっと対面の授業ができて本当に嬉しいなって思います。正直オンラインと対面どっちが好きですか？いや何とも言えなくて、対面だと友達と話せたりとかご飯に行けたりとかですごく楽しいけど、オンラインは時間の余裕ができてすごい楽だったなとは思っちゃいますね。そうですね、オンライン楽なんですよね、言っちゃうと結構オンデマンドだったら好きな時間に授業が受けられるので、アルバイトとか、まあ、サークルとかそういう時間にいっぱい時間を割けるようになったなって、通学の時間も減ったので、そういう点では楽だなって個人的に思ってます。今回の青山祭も皆さん自分の好きな時間に好きなものを見て楽しむことができるので、ぜひオンデマンドの配信だったりリアルタイムの配信もこれから行いますので、楽しみにしていてください。そうですね、オンデマンドもあるんですけど、リアルタイムだけしか配信しないものもあるので、そこら辺は注意してご覧ください。そういえばオンデマンドというところから話をつなげちゃうんだけど、さっきからいろんなカメラマンさんが写真を撮ってくれてて、その団体さんが ARF というところで軽音楽の進行を担っている団体さんが
写真をさっきから撮ってくれてて、バンド写真ってすごく私は好きなのでいいなと思っていて、皆さんもぜひインスタとかをチェックして写真を見てみてほしいです。そうですね、私もまた見返したいなと思ってます。こうやって後ろの写真を撮ったりする方までも青学生っていうのはすごい、青学生 で、こうな作った青山祭だなってすごい感じますね。皆さんは来年以降青山祭がどうなるかっていうのは私たちも分からないんですけれども、どんな青山祭が見たいと思っているんでしょうか。そういう意見だったりとか、我々が発信する情報もぜひインスタグラム、公式のインスタグラムがありますので、そういうところにご要望をお聞かせください。またいろんな私たちの情報を発信しますので、随時チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、私は来年本当にもう例年通りの対面の青山祭になってほしいなって心から思ってます。結構青学に行きたいなって思ったのが学園祭が一番最初で、学園祭に来てはキラキラしてるなって思ってここに行きたいなって思ったので、そうやって高校生とかに楽しんでもらえるような学園祭にしたいなって来年は思ってます。なんか青学に入る理由って人それぞれあるよね。魅力がいろんなところにあって、ミクはそうやって学園祭がいいなって思ったりもしたし、私はやっぱり立地がすごくいいなと思って、近くにいろんなご飯屋さんやカフェがあって、お友達と気軽に寄っていけるっていうのは青学のめっちゃ魅力だなと思います。そうですね、またあとこの時期もハロウィンの時期なんで、青山祭に来てハロウィンも楽しむって、どっちも一石二鳥だなってすごい思ってます。なんかそういえば青学生のあるあるとか、どこが好きとか、そういうのを特集した記事っていうのがパンフレットにあるらしいんですよ。そうなんですか。ぜひ皆さん、そこにいろんなところに QR コードがありますので、そこから読み込んでオンラインパンフレットの方も見てみてください。オンラインで見てくださってる方もインスタの中に QR コードが貼ってありますので、ぜひご覧ください。インタビュー企画とかすごい芸能人豪華なの知ってます？トークショーだけじゃなくて、インタビューまで芸能人の方にさせていただいてます。それが無料で見れるというのは今回オンラインパンフレット限定なので、皆さん貴重な機会をぜひ逃さないようにしてください。そうですね、バンドに絡んだといえばウーバーワールドさんとかもインタビューしているので、すごい見てくださったらいいなと思います。私、誰がシュウコはインタビューのやつ人好きですかね。やっぱりウーバーワールドさんは、私中学生の時にフォーロックすっごいハマって、今もこの司会に立候補するぐらい軽音楽好きなので、ウーバーさんにインタビューできたの羨ましいなって思います。そうですね、私もインタビュー行きたかったなってすごい思ってます。それでは準備ができたようです。それでは大鳥を飾ってくれる卓六部の皆さんです。よろしくお願いします。
てほしいだけ。あるもんって僕にはもうないけど、何も答えられないなら言葉一つでもいいよ。わからないよ、本当にわかんないよ。サークルに所属している宅録部です。こんなこんなね大きいステージで、今年もこうやってコロナ禍でいろいろあったんですけど、無事にいろんなまあ制約もある中でこうやって対面で文化祭を開催できて本当に嬉しく思います。いろんな人のね協力でこの場が成り立っているので、本当に皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。あと1曲で終わってしまうんですけれども、アオサイもちょっとありますので、最終日も楽しんでいきましょう。ではいいですか、大丈夫ですか。ではありがとうございました。宅録部でした。
卓六部の皆さんありがとうございました。いや本当に大鳥にふさわしい迫力のある演奏でしたね。そうですね、演奏中にメンバーの皆さんがこう笑顔で目を合わせていたのがすごい楽しそうでいいなってすごい思いました。演奏も実力者揃いで、特にボーカルの方もね、本当になんかちょっと小雨が降ってきたなって時になんか似合うなって思ってしまって、すごくしっとりしても強い気持ちのある歌声だったなと思います。そうですね。それではこれをもちまして今年度のミュージックフェスティバルは終了となります。この後1時からも青山さんの企画はまだまだ続きます。この後15時からは中村葵さんのトークショーや、先ほど申し上げたオーサムシティクラブさんが出演されるエピローグセレモニー、4時40分から行われます。その他さまざまな企画をご用意しておりますので、青山祭パンフレットをご覧ください。それでは引き続き青山祭をお楽しみください。本日はご来場ご視聴ありがとうございました。また来年のミュージックフェスティバルでご会いしましょう。バイバイ。バイバイ。会場の皆さん、そして画面の前の皆さん、大変お待たせいたしました。いよいよ3日間続いた2021年度青山祭、その最後を飾るエピローグセレモニーの開演です。はじめに今回舞台効果を協賛してくださいました有限会社東京特殊効果様、ステージ脇に設置されているモニュメントのお花をご提供くださいました株式会社ヨーロッパディリジェンスパーラー様、この場を借りてお礼申し上げます。そしてオーサムシティクラブさんの衣装の制作を行ってくださった青山学院大学服飾愛好会の皆様、モニュメントを制作してくださった青山学院大学華道部の皆様、本当にありがとうございました。この後対面ではオーサムシティクラブさんの生演奏を、オンラインではオーサムシティクラブさんと本学団体さんとの対談をご覧いただきます。それでは皆さん盛り上がっていきましょう。こんにちは、オーサムシティクラブの森氏です。森です。滝です。はい、今年度エピローグセレモニーでダンスで一緒にステージを盛り上げてくれる ADL の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。自分たちは ADL はダンスで公演とか学祭で大人数の前でパフォーマンスをする機会が多いんですけど、オーサムシティクラブさんは何かこうライブとかで意識パフォーマンスをする際に意識、
の？そうですね、でも一番最近心がけてるのはステージの上でも平常心を保つことかな。なんか割と興奮したり舞い上がったりしちゃうと上ずっちゃったりとか、なんかあんまりお客さんとの温度感が合わなくなったりするので、なるべく冷静に俯瞰して自分を見るようにはしてますね。これ面白くて、僕も音楽もダンスも一緒だと思うんですけど、なんかね、熱量が伝播する、キャパ、見合った熱量、それとキャパシティっていうのが結構顕著に違うっていうのがあって、ちっちゃい箱だと自分のエモーションとかをどんどん出した方が周りの人にどんどんそれが伝播していくんですけど、大きい会場になればなるほど自分のエモーションってどんどん届かなくなっていって、なんかいかに整ってなんていうんですかね、遠くまで届くパフォーマンスっていうのが、それを別に必要になってくるっていうのはプロの世界に入ってすごく気づかされたことで、自分はそのキャパ感みたいなのを考えますかね、よく、これはいつも通りですかね。でも意外と緊張しいだから、まあ、緊張しいだからもうとりあえず普段通りに努力するっていう。緊張されますか？いや、自分もなんかこう練習をこうちゃんとできたステージに関しては、うん、自分のこと見てって感じで投げるんですけど、うん、少しもうちょっと本番直前に振りがあれってなった時、うん、ステージ上でもやばいやばいみたいな、頭の中真っ白になっちゃって。確かに、あるある、反する視点とかはすごい大事です。間違った感じに映らないようにするの大事だなと思います。ごまかす。そう、こう、プロの人ってなんかごまかすの上手いよね。上手い上手い。ミスったって気づかれないっていうか。顔がマジになってるから。みたいな。そう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 。確かに、でも結構自分が間違えちゃったなって思ってても意外と見てる人ってそんなに気づいてなかったりしますよね。でも振り合わせたりすると一人間違えたら目立ちますよね。そうか、確かに。めちゃくちゃ大変そう。めちゃめちゃキレよく間違えればもうソロになるんです。ああ、かっこいい。なるほど、なるほど。何事もないように。どうせミスるなら、どうせミスるなら100%で思いっきりミスっちゃう。なるほど、なるほど。それは確かに。楽器とかと一緒ですね。楽器とかもやっぱりこう違う風になってしまってもやっぱりやりきれば。やりきれば。いや、本当にそうだね。書き間違えとかも。皆さん。自信満々に見せてるもんね、これ。でも確かにライブ感ですね、それがね。そうそうそう、でもなかなかこうダンスでこうやっぱり音楽ありきのダンスなので、はい、なかなかこう自分たちが使う曲を作られたミュージシャンの方とお話しする機会、本当に自分の人生の中で初めてなので、今回の機会すごい大事にみんなで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。私も楽しみです。ファッションブランドサークル服飾愛好会さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんはファッションブランドサークルということで、かなり本格的な洋服の制作をされているそうですね。はい、私たちのサークルはデザインから、撮影だったり、でその後の販売までをプロの方々と協力して、行っています。販売？そうですね。マジっすか、はい、販売までやられているって。そうですね、でも積極的に販売をしているわけではないんですけど、はい、最終的に販売できるクオリティまで近づけようということで、すごい目標でやってます。そうです。今日はいくつか質問を用意してくださったりみたいな。はい、じゃあ私たちでよければお答えします。じゃあ早速、オサムシティクラブさん、今のファッションだったりヘアスタイル、まあそれに至るまでの、まあ、学生時代とか特にファッションの野菜も含めてお伺いしたいです。ありそうだね。ありそうやな。普通これから言ってない。意外と今普通の人がいろいろ経験してたりする。あ、学生時代はいろいろありましたね。なんか髪結構伸ばしてたんで、ここぐらいまでキショコリでしょ。伸ばしてたり、まあ、パーマ当てたり、金髪にしてみたり、なんか意外と今のイメージとかとは違うようなこともしてましたね。ファッションに関しては、正直言うとむちゃくちゃ貧乏バンドマンやってたんで、もう古着屋さん頼りだったんですよね。だからあんまり
こうハイグラウンドとか着れないし、周りの人のお風呂をこう譲って大事に着るみたいな、そういうことが若い頃は多かったですかね、僕は。どうですか、森氏は。 俺なんだよ、ね、いや覚えてないな。大学生の時はアフロっぽい髪型をしてましたね、うん、多分デビュー当時みたいな感じの、うん、そうデビュー当時僕ちょっとパーマかかってるこういう感じだったんですけど、ちょっとアフロっぽいのにして、で結構スキニーな、スキニーだったね、うん、もうピチティピチティピチティとかわからないでしょ。ピチピチでも今着ますよね、ぴったりしたやつね。着ないいや僕らが若い時はピチティとか、うん、そのスキニーは好きだね。でそもそもアメカジとかがようやく浸透してきた言葉だったりするぐらい、なんか今のなんかこうモダンっていうかトレンドとは全然違う方向だったよね、うん、そうだね。みんな美容師髪なかったしね確かに髪長くてみたいな。結構そのまあバンドマン周りとかはやっぱ結構ロックな服装、今でいうロックっていうのか分かんないけど、そのタイトめなうん、ビリビリなってカートコバーンみたいな、うん、ああいう感じがやっぱ多かったから、あのそういうのは僕も多分やってたなって記憶が、最近かもしれないです、こういうのはちょっとオーバーサイズのものを着始めたここ数年。リハーサルの今もすごいいいよね、これなんかね開眼したね、うん、でもパーマはずっとやってます。なんか僕は森さんは、私は結構真逆で、学生時代は割とあのブレイジとか今までしたことなかったんで、その割とコンサバっていうか綺麗めで黒髪サラサラロングみたいなのを経て今こうなって中学生とかは古着とかにどっぷりハマってみたいな、いろんなのを経てきました。今に至るまでの心境の変化ってどういうのか。でもその当時の空気感とかと結構密接に関係しているというか、僕が多分20歳いくかいかんかぐらいの時って、とにかくなんていうのかな、若い人らは UK っぽいファッションをしてるみたいな、でそういうのがやっぱり普通当たり前の空気だから、自分もこの人ちょっとそこに引っ張られるみたいな感じがあって、今ってあんまりその UK っぽい流れ、US っぽい流れみたいな、そういうトレンドってあんま感じないじゃん。ないかもね、確かに。だから今とは確実に空気が違ったなっていうのから、最低限浮かないようにみたいな、そんな感じ。僕はもうやっぱプリントでやってからファッションっていうのをこう教えてもらったぐらいな。この髪型しかり服しかりズブズブに影響がある、うん、結構これかっこいいよって言ってくれたりとかするから、うん、ミュージシャンって割と視覚的な情報も大事だなと思ってて、だからなんかそういうのが似合うし、モレシとかはやれる人はどんどんそういうのやっていった方がいいなっていうタイプなので、そうそうそう、そうですね、任せっきりにしてますけどバンドのスタイリストスタイリスト、まあ、そうですね、服のことを教えてくれるし、髪もいい、なんかこれかっこいいとか言ってくれるし、ありがとうございます、本日はありがとうございました。ありがとうございました。期待するような答えになってました。いや本当なんかそのクリエイターだなっていう感じが、いや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 、そんなことないですよ。ファッション以外からのなんか引き出しをもらった感じがすごいしました。あ、よかったです、ありがとうございます。お疲れ様でした。今年度青山祭のテーマソングに選ばれたセイルさんです。よろしくお願いします。お願いします。今年度の青山祭のテーマソング1つなぐここからということなのですが、テーマソングを通して青山祭への思いをぜひ教えてください。
そうですね、まあ、メンバー全員が一丸となって、はい、まあ、僕たちで一生懸命作り上げたテーマソングなんかを共にですね、皆さんの実行委員の皆さんだったりとか、さまざまな方々と全力で盛り上げていけたらと思っております。はい、はい、楽しみ。ちなみに、僕らもですね、セイリさんのワンワンという楽曲でいいんですかね、はい、はい、拝聴させていただきまして、大変恐縮でございます。いやすごい、なんていうんですか、クオリティも高いし、僕が多分同い年の頃ってもっとしょうもないことやってたなっていうその頃から考えたら、すごいやっぱ完成度で、うん、楽曲作られてるんだなっていうのはすごくよく伝わってきたんですけど、いろいろ質問を用意してくださったようなので、お話伺えればと思います。はい、まずなんですけれども、今年もう大ヒットした忘れななんかをはじめとして、オーサムシティクラブさんの曲はですね、どれもこうキャッチーな歌詞と、はい、まあ、今風なメロディーが魅力的なんですけれども、まあ、はい、曲作りなんかはどちらからインスピレーションをいただいているのでしょうか。歌詞ね、歌詞はもう本当それぞれなんですけど、はい、僕らの場合は、自分が歌うパート、男性パートは僕が書いて、女性パートはポリンが書いてみたいなこともしたりするので、こう男女ボーカルならでは の、まあ、なんかそのこう自分のちょっと口語っぽく手紙を書くような感じで、なんかこうメッセージをお互い乗せて、それがストーリーになっていくっていうようなことをできたりとか、っていうのはあるんですけど、インスピレーションはどこから受けるのって言われると、歌詞はやっぱりその時自分たちが思っていることがやっぱり一番作品に直結するんですけど、メロディーとかは結構もうあれですね、千本の服みたいなのに近いというか、結構僕その地筆なんですよ。すっごいいっぱい書ける、早く曲を書くタイプじゃないんで、ああでもないこうでもないってこうメロディーをこねくり回すタイプなんですけど、そういう中でこうなんとかかんとか作っていくっていう印象ですかね。はい、はい、曲作りの参考になる。いや、なんでしょそれでも専門ノックじゃないんですけど、はい、僕らがワンを作る上でも基本的な曲作りって僕らメロディーが先でして、はいはい、後ろのギターの古川と、はい、キーボードの稲葉が、はい、まあ、主軸となってメロディー作ったりとかしてて、で彼なんかは結構専門ノックに近いギターのこうああでもないこうでもないって、はい、やってワンを作ってきたので、そのあたりは一番大変どうやってジャッジするんですか、メンバーでこのメロディーねみたいな。うん、彼の家の中でやったりとかするんですけど、時間が限られていない分結構もう確かにとっちゃかる時はとっちゃかる。分かる分かる。1個目にできたデモと多分最終形でできたワンってもう全然どこに元気があるみたいな。もう割と音楽作ってたあるあるっていうか、なんか目指してた方向と全然違う方向に行っちゃったけど、まあこれはこれでありかみたいなことも本当にあるんで、全然ね、やっぱみんな落ちるところ経験するところは似てるのかもしれないですね。なるほど。ってなると、はい、重ねての質問なんですけど、はい、曲作りはそうなると詞が先になるんですかね、メロディーが先になります。基本はメロ線です。メロ線、基本メロ線なんですけど、やっぱりどこの業界というか音楽業界でも言われるのは、やっぱベストは両方同時っていうのがよく言われますね。周りの方でもメロディーと歌詞が同時に降ってきた楽曲って恐ろしく強いみたいな、そういう話にはよくなりますね。僕らは割とメロ線タイプなんで、活線も一回もない。活線なんてやろうとも思ったこともあんまり。歌詞もお二人書かれるんです。ちょっと何も思いかもしれない。歌詞はここです。あ、そうなんだ。完全にもう分業なんですね。分業出てきたものに対してメロディーでふんふんふん言いながら、なんか口ずさんでいくみたいな感じで。なんかその
このよくことわざで目は口ほどにものを言うみたいなのと一緒で、メロディーが言葉以上に言葉になってる瞬間っていうのも実は多分あって、なんかこのコードが鳴っててこういう進行の中でこのメロディーに行くのがむちゃくちゃセクシーなんだよねとかエモいんだよねっていうのは多分曲作ってる人からするとわかると思うんですよ。そこになんかどうしてもぴったりくる言葉を載せたいなとか、僕らの場合はそういう作り方からね、メロがこういう気持ちの旋律を描いてるからそれに合うような言葉を探してあげるみたいな。言葉にもイントネーションあるじゃないですか、こんにちは、なんかありがとうとかメロディーがそこにハマってないと気持ち悪いってなったりする、うん、そういう風に作ってる。はい、すごい一緒とか思えないですよ。本当に一緒やと思います。でも多分同じぐらいに僕もオリジナルでやってた頃から多分そこはね変わってないというか、ひょっとしたら感覚は研ぎ澄まされていってるのかもしれないですけど、大本は変わってないんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。質問は以上になります。ありがとうございます。なかなかありがとうございました。でした。感想をどうぞ。もうすごい、もう本当に貴重な経験なんで、出てくれたの ADL のみんなもオーサムシティクラブさんのありがとうございました。本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。じゃあこの ADL さんからいただいたお花を URC さんにバトンパスします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ皆さんこの後も楽しんでいってください。ありがとうございました。オーサムシティクラブでした。オーサムシティクラブの皆さん、最高の演奏並びに対談企画ありがとうございました。最後に ADL さんとオーサムシティクラブさんから URC さんにお花が渡されていましたね。そうですね、あれがこの後どのような意味を持ってくるのでしょうか。最後まで目が離せません。はい、とっても楽しみです。改めまして、本日前半の MC を務めさせていただきますアナウンス研究会の前田と細井です。よろしくお願いします。それでは早速、オーサムシティクラブさんとのコラボでパフォーマンスをしてくださいました ADL の皆さんにお話を伺ってみましょう。ADL の皆さん、パフォーマンスお疲れ様でした。素晴らしいコラボパフォーマンスをありがとうございました。さて、せっかくのコラボステージということなので、コラボに関していくつか質問をさせていただきたいと思います、はい、まずオーサムシティクラブさんとのコラボステージはいかがだったでしょうか。はい、オーサムシティクラブさんはやっぱり音楽を聴いたりとか歌番組で見てる方々だったので、うん、そういう方々と一緒にパフォーマンスできるっていうのも本当に夢のようだなって思ってましたし、ね、あと生演奏の下で踊れるって機会もなかなかないので、うん、本当に貴重な経験をさせていただいたなって思います。あとコロナ禍で結構舞台が失われてしまってたので、うん、私たち3年生にとってこの最後の綾間祭の舞台で、うん、このように本当に素敵な経験をさせていただけて本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、貴重な経験になったんではないでしょうか。それでは配信された、オンラインで配信されたオーサムシティクラブさんとの対談企画の方はいかがだったでしょうか。はい、最初にオファーをいただいたときに本当にこんな機会もらえるのかって、せっかくなんでマイクに近づいてぜひお話しください。緊張しちゃってください。そうですよね、そうですね、もう最初はもうオファーいただいたときに本当に、はい、お話できるんですかっていう形で実際に企画に参加させていただいて、うんうん、なかなかこうやってダンスを踊るときに自分たちが踊る曲を作られている方々とお話しする機会ってなかなかなかったので、本当に貴重な機会になりました。この度は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。対談ならではの、ね、良さがあったそうですね。はい、ありがとうございます。そして対談企画の動画はですね、青山祭公式の YouTube にアーカイブが残っておりますので、対面でお越しの方はぜひそちらの方もご覧になってください。では最後に ADL さんの今後の公演などがありましたらぜひ教えてください。はい、そうですね、今年の12月の25日と26日に戸田市文化会館で自分たちの引退公演の方を行わせていただきます。でまだコロナとかの状況で本番を迎えられるかどうかはまだ分からない状態なのですが、ADL 3代でみんなで心を一つにして練習に向かっているので、ぜひ今日もし自分たちのダンスを見て興味を持っていただけた方はインスタグラムの方に公演の PV など上がっておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、ね、開催できたらなと思います。インタビュー、ね、初回の団体ということもあり緊張されたと思うのですが、そうですよね、素晴らしいお答えをいただきましてありがとうございました。 ADL の皆さんでした。観客の皆様、拍手でお送りください。続きまして総務局プロジェクトチームの説紹介をしていきます。少々お待ちください。さあ続きまして、さまざまなジャンルの洋楽を歌っていて、今回のエピローグセレモニーでも得意の洋楽を披露してくださいます。はい、わかりました。失礼いたしました。続きまして総務局プロジェクトチームの説紹介をしていきます。今年度の青山祭ではより多くの青学生に青山祭に関わる機会を提供することを目的として、これまでの青山祭実行委員会主催の企画とは異なるタイプの新たなプロジェクトに挑戦しました。青学生のイメージに基づいた青学生〇〇説を青学生および一般の方から募集し、その中で最も面白い説を決定する青学生〇〇説ナンバーワン決定戦です。今回ノミネートされた説は、青学生毎日おしゃらんしてる説、青学生好きな校舎聞いて8号館と答える人いない説、青学生正門横の銅像誰だか知らない説、学年上がるにつれてバッグ小さくなる説、そして青学人気学食は油淋鶏だが一番食べられているのはラーメン説の5つです。これらの5つの説に加えて、青学生の7割恋人いる説や高校の偏差値など青学生が気になる説も合わせて検証していきます。こちらの気になる結果は、青学生に実際に聞いてみる検証企画を撮影し、青山祭公式の YouTube チャンネルにて公開されています。こちらの動画を含め、数多くの動画がアップされていますので、皆さんぜひ青山祭公式 YouTube チャンネルをご覧ください。さあ続きましては、さまざまなジャンルの洋楽を歌っていて、今回のエピローグセレモニーでも得意の洋楽を披露してくださいます、ユナイテッドリズムキャリアーズ、通称 URC の方にインタビューをしていきたいと思います。 URC さんはなんと過去に紅白歌合戦に出場されていたり、ディズニーランドで歌を披露された経験もあるそうですよ。それはすごいですね。はい、お話を伺うのが楽しみです。それでは URC さんにお話を伺っていこうと思います。お願いします。公演前のインタビューということで緊張されていると思いますが、よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速ですが、一、はい、つ目にこの後ベルソンさんとのコラボでパフォーマンスをしていただくビバラビダを選んだ理由を聞かせてください。はい、この曲は今年度5月に行った無観客公演ライブでの最後の曲で、部員一同思い入れがあり、選びました。
ビバラビダというのはスペイン語で美しき生命という意味を持っています。また、タイトルだけではなく歌詞の中にもキリスト教を感じさせる言葉がたくさん出てくるので、この青山祭でパフォーマンスするのにふさわしいと感じています。ありがとうございます。ビバラビダ、まさに青山にぴったりの楽曲となっているかと思います。はい、続きまして URC さんはコーラスをされるとのことで、やはり声を出して活動する以上コロナ禍で大きな影響を受けたと思いますが、コロナ禍で新たに始めたことや工夫したことなれば教えてください。はい、そうですね、昨年度はやはり予想だにしない出来事が相次いで、私たちもたくさん苦労しましたし挫折も何度も経験しました。しかし、お客様を私たちのパフォーマンスで楽しませたいという思いを胸に、オンライン上でできる限りの活動をしました。で、部員一同が会えない中で練習や、ダンスの練習や、歌の練習を一人でするのはとても辛く寂しいものでしたが、主にオンライン作品ですね、リモート合唱の作品を作成し、見事に、昨年度の青山祭の A1 グランプリではグランプリをいただくことができました。おめでとうございます。はい、で、また5月ですね、今年度5月に行った、URC 初の無観客生配信ライブも開催することができ、その際に設立したクラウドファンディングでは目標であった150万円を超える支援をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。大変なこともあったと思いますが、それ以上に素敵な思い出ができたかと思います。では最後の質問です。今後青山祭を終えての目標などを教えてください。はい、現在 URC では11月26日に、開催予定の、冬ライブに向けて練習に励んでいます。前回は先ほども、申し上げた通り無観客だったんですけど、今回は有観客での開催が決定しております。厳しい状況下ではありますが、感染症対策を徹底しながら準備を進めております。そうですね、まあURC らしく、今話題のあの曲や懐かしのあの曲などたくさん詰め込んだ URC らしい、魅力のたくさん詰まったライブとなっておりますので、ぜひ11月26日ツタヤ O イーストにて、19時半から開催予定です。ぜひ私たちのパフォーマンスを見に来てください。ありがとうございます。すごくライブ楽しみにしています。ありがとうございました。それではこの後の、お、これは先ほどのオーサムシティクラブさんから受け取ったお花と、こちらは URC さんのお花ということですよね。ではこれを合体させると ADL さんと、綺麗ですね、オーサムシティクラブさんから受け継いだお花とURC さんのお花が合体し一つとなりました。今後これはどうなっていくのか、どういう意味を持つのか注目ですね。そうですね、とっても綺麗ですけどどうなっていくんでしょうか。はい、それでは URC さんでした。ありがとうございます。頑張ってください。この後のパフォーマンスも頑張ってください。ありがとうございます。それでは続きまして、先ほどの URC さんとコラボをされるベルソンさんにインタビューをしていきたいと思います。ベルソンさんは何の団体かご存知ですか？いや、ちょっと存じ上げてないですね。タップダンスをされる団体とのことで。タップダンス音楽団体としてはね、なかなか珍しいんじゃないかなと思うので、はい、とっても興味があります。ちょっとお話聞けるのが楽しみです。どうぞこちらにお願いします。ではベルソンさんにお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。そしてこちらで先ほどのオーサムシティクラブさん ADL さんのお花と URC さんのお花とベルソンさんのお花が合体します。さらに綺麗になりましたね。はい、これで最初のオーサムシティクラブさんと ADL さんのステージから次の URC さん、そしてベルソンさんのステージまでお花が受け継がれ一つとなりました。では改めまして一つ目の質問に行きたいと思います。今回はコーラスやダンスの URC さんとタップダンスのベルソンさんということで、なかなか面白いコラボだと思いますが、コラボはいかがでしたか？本番がこれからなので練習などについてお伺いしたいと思います。はい、
歌って踊る URC さんとタップダンスのベルソンの異色のコラボということで、このせっかくの機会を嬉しく思います。また今回、普段のベルソンでは見られない振りを取り入れたので、まあ、新鮮で楽しかったです。ありがとうございます。今回の青山祭を通じて新しいベルソンらしさが追求できたかなというふうに思います。続きまして2つ目の質問に、移らせていただきたいと思います。タップダンスをしたことがある方っていうのは、今このインタビューをご覧の方も、なかなか皆さん経験なさってないと思うんですが、そんな方たちに伝えたい、タップダンスの魅力とかいいところっていうのは何かありますか？はい、そうですね、タップダンスは他のダンスと比べて違うところがいくつかあって、はい、一つとしては、まあ、やっぱり音を自分たちで作るという点があります。なのである種楽器を演奏しているような気分で自分たちは踊っています。お客さんとしてはおそらく目で見えるダンスを楽しんでもらうだけでなくて、そうですね、音を聞いていただいて楽しんでいただくというのがタップダンスの魅力だと思います。ありがとうございます。楽器とダンスということで2つのことを同時にやってらっしゃる、ま、素晴らしい方々のものが、パフォーマンスがこれから見れるということで、とても楽しみですね。タップダンスの魅力とっても奥深くて感動しました。続きまして最後の質問をさせていただきたいと思います。コロナ禍においてやはり団体での活動などさまざまな制限を受けたと思いますが、工夫したことなどがあれば教えていただきたいです。はい、自粛期間にはオンラインを利用して練習を行いました。しかし見ての通り、まだないですね、すみませんタップダンスは板を使用したり、はい、あと専用のシューズを使用したりするので、はい、なかなかメンバーの中には家で練習できない場合もありました。そうですよね。はい、なのでそうですね、カーペットに靴下で練習をするといった形で自粛期間は頑張って練習を行いました。はい、その成果もあって、はい、対面に切り替わった際にはスムーズに練習を行うことができました。はい、日々の努力が重なってどんなステージになるのかとても楽しみです。それではベルソンさん、インタビューありがとうございました。本番のステージで頑張ってください。ありがとうございます。さあ続きましては福引きコラボキーワードの発表です。こちらの開催期間は10月29日から11月2日で、セレモニー、トークショー、ファッションショーのそれぞれの企画で発表されるキーワードを青山祭公式ツイッターの固定されたツイートにあるフォームに入力することで景品が当たる抽選に参加できるという企画なんですよね。はい、で対面での開催や生配信はですね、もう今日が最終日ですので終了してしまったものがほとんどですので、皆さんまだ大丈夫です。青山祭公式 YouTube にアップされているアーカイブ動画を見ていただいて、そちらで各企画のキーワードを獲得していただければと思います。それではもう早速キーワードを発表してもよろしいでしょうか。皆様メモなどの準備は大丈夫ですか？それでは気になるセレモニーのキーワードはこちら、輝け青学生です。輝け青学生です。皆さんしっかり覚えておいてくださいねぜひキーワードを入力して素敵な景品をゲットしてみてください。今回このキーワードを聞くためにエピローグセレモニーを見に来たよという方もいらっしゃるんではないでしょうか。そういった方もね、ぜひ最後までこの青山祭の最後を飾るエピローグセレモニーをご覧になってください。 URC さんとベルソンさんのインタビューね、とっても興味深い内容でしたよね。いや本当にもう感動するところもちょくちょくあって、うん、お二方の新しい一面を見ることができました。コーラスとタップダンスという異色ともいえるあのお二方のコラボパフォーマンス、うん、今からとっても楽しみですね。本当ですね。私も生で見たことがないので、私もないです。生披露ということなんでしょうけども、はい、とっても楽しみですよね。それではいよいよパフォーマンスがスタートとなりますが、その前に画面の前でご覧になっている皆さんには団体紹介の動画をご覧いただきます。
対面でご覧の皆さんには少々お待ちいただくことになりますが、動画はアーカイブが残りますので、ぜひ家に帰ってぜひご覧になっていただければと思います。それではオンラインの皆さんは動画をお楽しみください。そしてそのまま URC ベルソンでビバラビダをお聞きください。どうぞ。まだじゃない。Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the sun rays and I... ワンは私にとってのワンとはコロナ禍で培った一致団結のワンです。私にとってのワンとは舞台で一番センターを取る。僕にとってのワンとは自分なりの表現力で自分らしさを出すオンリーワンです。いろんなところで見てくださっている方々に私たち URC のパフォーマンスを届けたいと思います。URC さんと一緒に迫力あるステージをお届けしたいと思います。イエーイ。こんばんは、 URC のベルソンです。最後皆さん決められたルールの中で盛り上がっていきましょう。お願いします。
ました。それではここで MC を交代します。改めてこれまで前半の MC を務めさせていただきましたアナウンス研究会の前田と細井です。ありがとうございました。そして後半の MC を務めさせていただきます、同じくアナウンス研究会の橋爪と同じくアナウンス研究会の玉井です。よろしくお願いいたします。そして今まで受け継いできたこのお花と我々 MC のお花をここで合体します。ここで3つのお花が1つになりました。エピローグセレモニーも残り半分を切りましたが、最後までよろしくお願いいたします。改めて URC さん、ベルソンさん、素晴らしい演奏でしたね。そうですね、コーラスとタップダンスのコラボ、とっても面白かったですね。さあ続きましてはリーセスさんにインタビューさせていただきたいと思います。リーセスさんはチアリーディング部で大会だけでなく箱根駅伝をはじめとした本校体育会の応援にも参加されています。それだけではなく昨年度をはじめ学園祭にも積極的に参加されていますよね。どんなお話が聞けるのか楽しみです。それではリーセスさんにお話を伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その前にここでも花がこれまでの5本の花とリーセスさんのお花が合体します。はい、します。はい、そのままさせていただいてありがとうございます。では改めまして一つ目の質問をさせていただきます。リセさんは昨年度も青山祭に出演されていたと思うのですが、昨年度の出演から変わったことなどはありますか？はい、昨年度は感染症拡大防止のために所属している協会の規定上スタンツという組体操のようなものを組むことができなかったのですが、今年は2年ぶりにそのスタンツを取り入れた演技を行うことができます。ありがとうございます。スタンツということでより魅力的な見どころのあるステージになっているということですね。続きまして、今回テーマソングを作ったバンドであるセイルさんとのコラボということで、バンドとチアとはなかなかない組み合わせだと思うのですが、いかがでしたか？はい、私たちは普段、録音とか編集済みの音源に合わせて演技をしているので、このエピローグセレモニーは年に一度生演奏に合わせて演技をすることができる機会で、部員一同毎年とても楽しみにしています。特に今年は生配信の関係で一般企画の方ではフリー音源しか使用することができなかったので、この生演奏でかつとても有名な曲で演技をすることができて、とても嬉しかったです。はい、ありがとうございます。私たちも生演奏とそして有名な曲とっても楽しみにしています。では最後の質問です。チアは全体の連携なども必須である上に、リーセさんは激しいアクロバティックな動きをなさるとのことで、コロナ禍においては様々な困難があったかと思います。コロナ禍での練習などについて工夫したことがあれば教えてください。はい、Zoom でオンラインを通して振りの確認とかトレーニングを行っていました。対面での練習が再開してからもジャンプ、モーション、タンブリングダンスなどのスタンツ以外の技を強化して、感染状況を見ながらスタンツの練習時間は徐々に増やしていきました。消毒液を練習場所の何箇所かに設置をしたりだとか、1時間に1回必ず全員で手を洗いに行ったり、給水時以外は必ず常にマスクを着用したりだとかの感染症対策は現在も変わらず継続しています。なるほど、さまざまな感染対策を見しながら、そしてこの今日の本番を迎えるということで、とっても楽しみです。それではリーセスさん、本番前のインタビューありがとうございました。本番の演技も頑張ってください。ありがとうございます。はい、以上、リーセスさんのインタビューでした。さあ、続きましては、今年度の青山祭テーマソングを作ってくださったバンドであるセイルさんにインタビューをしていきたいと思います。今回はそのテーマソングはもちろん、先ほどお話を伺ったリーセスさんとのコラボ曲も披露してくださるということですよ。ワン、
とはまた違った曲調なので、そちらもとっても楽しみですね。はい、さあ、それではセイルさんにインタビューしていこうと思います。そしてここでも今までの6団体受け継いだお花とセイルさんのお花が今一つになります。はい、ありがとうございます。そして今回が最後の団体インタビューです。これまで受け継いでこられたお花と6本のお花は一体どうやった意味をどういった意味を持つのでしょうか。最後まで目が離せません。では早速一つ目の質問に行きたいと思います。今回セイルさんは青山祭テーマソングを作詞作曲されたということで、そのテーマソングに応募した理由をお聞かせください。はい、まだ今コロナ禍でまだまだ大変なことも多いと思うんですけれども、その中で私たちができることを見出して、今年の青山祭を盛り上げたいなと思い応募させていただきました。はい、ありがとうございます。コメントにあった通り今会場は大いに盛り上がりを見せていると思います。続きまして、同じテーマソングに関してなのですが、曲を作られるときに意識したことや歌詞に込められた思いがあれば教えてください。はい、今年のテーマに沿うような曲にするのをまず意識しました。そしてその中でも、セールらしさというのを決して失わないようにということを大事にしました。で、今回テーマがワン紡ぐここからということで、前に一歩踏み出すこと、また、一丸となって、演者含め、聞いてくださる皆さんも笑顔になるような曲にできればなと思い作りました。ありがとうございます。聞いてくださる皆さんが笑顔になれるようにというセイルさんの思いがこもった曲、とっても楽しみです。では最後に、今回の演奏ではテーマソングだけではなく、チアリーディング部のリーセスさんとのコラボで一曲演奏されるということで、コラボでの演奏とテーマソングでの演奏、それぞれの意気込みをお聞かせください。はい、コラボでの演奏は、青学の、軽音部などが他の団体さんとコラボすることってなかなか前代未聞だと思います。なので、この時間を一瞬一瞬大事にして、紡ぐことを大事にして全力で楽しみたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。とっても笑顔が素敵なセイルさんにインタビューを伺いました。ありがとうございます。ありがとうございます。本番前の緊張されている中、インタビューありがとうございました。これからの演奏頑張ってください。さあ皆さん、セイルさんのテーマソングワンに込めた思い、とっても素晴らしかったですね。そうですね、あのように強い思いが込められているからこそいい歌になるのでしょう。リーセスさんの昨年度の青山祭からの変化もあったとのことで、1年分の進化がここで見られるというのはとても非常に楽しみです。そうですね。さて、お待ちかねの演技演奏の前に、ここでもオンラインの皆さんにはリーセスさんとセイルさんの団体紹介動画をご覧いただきます。対面の皆様には少々お待ちいただくことになりますが、こういったステージでは演奏までの待ち時間というものもワクワクしていいものですよね。はい、あのようなお話を聞いた後だとなおさらだと思います。そしてこちらもアーカイブが残りますので、対面でお越しの方もぜひ帰ったら見てみてください。それではオンラインの皆様は動画をお楽しみください。そしてそのままセイル・リーセスで魂レボリューション、セイルのワンを2曲続けてお聴きください。どうぞ。ご来場の皆様にお知らせいたします。次のセイル
とってワンとは、せーの、始まりの始まり。それではセイル、リーセスで魂レボリューション、セイルの1、2曲続けてお楽しみください。どうぞ。Oh,
すいません。ベースを変えて相手を待っていいですか。あと、いくよ。じゃあギターを変えてあげてください。はい。僕にギターを変えて。
そろそろ青山祭も終盤に近づいていたということで、とっても名残惜しくはあるんですけど、はい、あ、ということでですね、今準備をしております。お待たせいたしました。1時間以上続いたエピローグセレモニーもいよいよ大詰めとなりました。3日間の青山祭、その最後を飾るエピローグセレモニー、ラストは全出演団体の代表者の皆さんと共に迎えたいと思います。はい、そしてここで最初の演奏をしていただいたオーサムシティクラブさんから始まり、MC を含め全7団体から受け継いだお花たちが今一つの大きな花束となりました。2021年度青山祭のテーマ、ワン、紡ぐここから、まさにそれを体現した形となったこの花束、一本の花から始まり、そしてそれが積み重なり一つの大きな花束となって、皆さんの思いが一つになります。そして青山祭のテーマにもあるスムングここからの言葉、この言葉の示す通り、青山祭での思いは経験はここから紡がれ、これから先の新たな未来へとつながっていきます。それではとっても名残惜しくはありますが、これにてエピローグセレモニー、そして3日間続いた2021年度青山祭、閉幕です。